メガネは、13世紀後半にイタリアで発明されたと考えられています。日本にメガネが伝来したのは、1549年、キリスト教宣教師、フランシスコ・ザビエルが、周防の大名、大内義隆にメガネを送ったのが最初と言われています。その後、日本国内でのメガネ生産は、17世紀に長崎から始まり、18世紀には大阪、京都、江戸へ広がりました。そして福井県では、明治38年、現在の福井市庄野でメガネ作りが始まり、今では国内で生産されるメガネフレームの 95% が福井県で生産されています。この動画では、福井県でのメガネ生産、その始まりの歴史をたどってみたいと思います。福井メガネの生みの親、増永五左衛門は、明治4年9月7日、旧阿諏訪郡麻生津村庄野に生まれました。増永家は土地の名望家で、豪農として知られていました。明治20年に家督を相続した五左衛門は、明治28年に、25歳で角原の旧家、九月五郎右衛門の長女夢を妻に迎えました。明治31年には村会議員に選ばれた五左衛門の心には、なんとか村の経済問題を良くできないものか、という考えが離れませんでした。その当時の庄野は、戸数36戸に対して、田畑はわずかに17ヘクタール。これという特産物もない貧しい村でした。小学校の准教員をしたこともある五左衛門には、村人の生活状態が痛いほど身に染みてわかっていました。農作業のできない当期に村人ができる仕事はないものか、と考えていたその頃、五左衛門の10歳下の弟、幸八が庄野に戻ってきました。幸八は兄五左衛門のもとへ、メガネ作りの話を持ち帰ってきたのでした。幸八は15歳で自ら進んで大阪へ出て、様々な仕事を経験しながら社会見学をしていました。そこで幸八より先に大阪に出て、メガネサック製造を営んでいた、同郷で五左衛門の同級生だった、増永五作と会いました。五作の仕事を手伝うようになった幸八は、メガネ卸を営む橋本清三郎と巡り合い、橋本に知られ、愛子を受けるうちに、メガネ作りを勧められるようになります。村に帰ってきた幸八は五左衛門に、庄野は農業だけで生活もないなく、村ではない。車の手ない職にメガネ作りを取り入れ、技術が上手くなったら技量に切り替える。製品は大阪の橋本清三郎が引き受けてくれる。これからの日本は、教育が普及し、文字を読む人が増えるから、メガネは欠かせないものになる。と、熱心に説得しますが、なかなか五左衛門は腰を上げませんでした。しかし、時代の潮流が活字文化をもたらし、メガネが欠かせない必需品になるであろうことは、五左衛門も薄々感じていました。五左衛門が動き始めたのは、その年も押し迫ってからでした。幸八と共に大阪の橋本清三郎宅へ足を運びました。橋本から、新たにやる以上、軌道に乗るまで人一倍の忍耐と努力が必要なこと、それには資本もさることながら、優秀な職人を集めることが大切だという話を聞いた五左衛門は、福井に帰ると、村でも腕利きの大工、増永末吉の家を訪ねました。末吉を訪ねたのは、手先の器用さを見込んだためでした。村のためにもぜひとも力を貸してほしいという五左衛門の申し出に、末吉も最初は二の足を踏んだものの、毎日通ってくる五左衛門の熱意と、新しい仕事に対する好奇心から、末吉も腹を決めました。五左衛門と末吉の二人は大阪の橋本の家に行きました。末吉に実際の製造技術を習わせるためです。メガネ職人米田与八に20日間ほどの実地訓練を受けましたが、本格的にやるにはどうしても里へ来てもらわねばと決心し、橋本から声をかけてもらい、米田を庄野に迎えることになりました。
近隣の若者はなかなか集まりませんでしたが、五左衛門や幸八、末吉らの説得で、増永一期生と呼ばれる数人が、メガネ作りに挑戦し始めました。大阪から来た米田与八は特に名工という人ではなく、真鍮の安物専門であったため、技術習得に熱心な増永一期生は、わずか半年で技術を覚えてしまい、米田は教えることがなくなっていました。しかし出来上がった商品の売れ行きは芳しくなく、当時メガネを使う人はそう多くなかった時代、五左衛門は福井で売り歩き、幸八と増永五作は大阪で飛び回りますが、販路開拓は苦戦していました。資金繰りも苦しくなり、祖先から引き継いだ田畑を手放し、借金も増えていきます。五左衛門派真鍮の安物メガネではなく、より上物を売り出さなくてはならない、と考えていました。五左衛門はすでに引き上げていた米田に代わる、新しい職人の派遣を大阪の橋本に依頼しました。橋本は五左衛門の申し出に応え、金針製品の名工、豊島正太郎を紹介しました。豊島は、銀縁枠、や、尺銅縁、など、東京や大阪でも手早されていた当時の先端技術を伝授し、増永一期生たちも必死で学びました。増永工場のメガネの品質が、後に全国で評価を高めた背景には、増永一期生の技術習得への熱意があった他に、乗馬制度を導入したことが大きな理由として挙げられています。乗馬制度とは、数人の親方のもとに工場をチーム分けし、チーム同士を競わせることで技術と品質を磨く制度でした。乗馬制度は、売れる商品を作った乗馬の職人は収入が上がる制度であったため、職人たちのやる気を刺激しました。そしてこの乗馬制度が、やがて親方たちの独立機運を育て、福井にメガネ産業王国ができる土台になっていったのでした。